皆さん、はじめまして。ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です。朝陽のジョニティ、高名な多くの人々の19世紀の有名な批判家、失敗や脱線や狂気の沙汰や三島ブームの卑劣な行為を見るにつけ、僕は思う。水槽臭の中に水や気の速さがあるが、精神というものはやはり発見した。それは次のようである。真面目で聡明なものだ。王侯を失って軽薄なものになってしまうのはかえって人生の後半においてだと。最近このくらい私にショックを与えた文章はない。昔から気に入った文章の脇にはサイドラインをするたちの私が、昔この本にサイドラインをしていないところを見ると、20年も前に読んだ時には何らこれから感動を受けなかったのだろうと思われる。しかし今や弱い不惑40を超えて、私はこの一文の持っている深刻な意地悪さに気がついた。朝陽の序とは一体何であろうか。サントブーブの言うところによると、この真面目で聡明な青春が王侯を失って軽薄なものになってしまった年長者を尊敬するということであろうか。世代の断層ということが言われ、昔のような師弟の間柄や先輩後輩の麗しい敬愛の念がほとんど見捨てられている今日では、青春と中年あるいは老年との対話はいつも激しいギャップなしには交わされない。この間私は全学連の3派の人たちと学校側の生徒たちと、また私を含めた数人の OB とで15、6人の東大問題に関する大座談会に出席した。学校側のいかにも誠実な先生が丁寧なマス口調で、私どもあなた方の意向を参酌して今慎重に研究し、かつ自己批判しておりますなどという口調で喋る間、三派全学連の諸君はテーブルの向こう側から、何を昆虫症、嘘つくなこのバカなどと口々に罵り笑うのであった。私は見るに見かねて、せっかく学生が対等に話そうとしているのだから、どうか先生も学生と対等に話してやっていただきたい。つまり丁寧なマスク調をやめて、向こうが昆虫症というならこっちも昆虫症と言ってくださいと頼んだところ、真面目な先生は色をなして、そんなら言うが君らの態度は何だこの野郎とがらりと口調を変えたのはおかしかった。人生は成熟ないし発展ということは何ら約束されていないところに恐ろしさがある。我々はいかに教養を積み知識を積んでも、それによって人生に安心や安定が得られるとは限らない。朝陽の序とは私にはあまり年齢の差のない間で効果のある言葉のように思われる。運動部のわずか1年2年先輩後輩の間でも秩序正しく守られている礼儀作法は見るも気持ちの良いものである。ことに武道では先輩後輩の間の礼儀を一つでも欠くと、昔ながら鉄拳制裁を加えられかねない。そこには恐怖があり、恐怖の秩序によって保たれた朝陽の序があるが、しかし現代社会ではスポーツ部のそのような朝陽の序はともすると一つのフィクションのように見えるのである。昔のようにスポーツ部の朝陽の序の厳しさの外側に、社会全体に老人を敬う風習があり、その先輩後輩の長い長い階段によって築かれた社会の一つの小さな繁栄が運動部なのであった。しかし今では老人はただ尊敬されることではなしに、若い相手をおだて上げてうまく抑え込み、うまく支配する方法を覚えてしまった。その技術を察知した後輩すなわち青年たちも、朝陽の序の立て方を単に世間的な理解や自分の功利的な出世主義的な考えの一つの人生技術としか学ばないようになった。もっともこんなことは今に限ったことではなく、戦前から実際はそうであった。そもそも敬老思想は農業社会の特質である。農業技術は経験のみが重みを持ち、天候の変化、農作物の農作凶作の判断、作付けの判断、あらゆることにいかにも不規則な現象と思われるものが、長い長い年月の累積のうちにはおのずと法則を持っていることが上がってくる。すなわち自然の法則は目の前の短い期間では単なる自然のわがままとしか見えないのである。若さを最も尊敬しなければならなくなるに違いない。それではまた。
次回をお楽しみに。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。